はい、黄金マンチャヤカでございます。お待ちください。俺のサクサクセスシーズン3やっていきたいと思います。ちょっとごめんね、今ちょっとぼーっとしてたわ。今回は抑えだね、ピッチャーの抑えを作ってくれということで、名前もいただきました。サクマ、どうよ、サクマ、これはね、なかなかいいんじゃないでしょうか。よいしょ、はい、サクマかん、オッケー。これは盲点だった、この名前は。マジでいいんじゃないでしょうか。どうしようかな、ということで、左投げの投手、オーバースローの127、あえて後ろから行く。で、オリックスで、どうしようかなって考えたときに、っていう、ちょっとね、せっかくなんで、ちょっとここでね、思いっきり来て、プロ入りカードの天才を使っていきたいと思います。もういっそ、大きく行こうぜ、俺。ここでね、もう、大魔神がごとく、まあ、まさに魔ですよ。大魔神佐々木のようなね、ちょっと、こう、抑えができればいいなと思います。これは下だな。下行って、まず合うだろ？オッケーオッケー。あれ、いいんじゃないの？これ、あ、そう、天才型だから、もともといいのか。よしよしよし、いいぞいいぞ。最初からコントロールとかスタミナがいいだったから、あれと思って。そうだよ、それが天才型って言うんだよ。よし。うわぁ、気分悪くなった。まあいいや、ほい。もうゴール、ちょっと体力のこの不安なんで。これでなんかヒーリングカード拾えたら最高だよね。それでこそ、なんだっけ。サクベさんと同じパターン。お森脇さん、いいね。森脇監督が、親身に教えてくれるように、言ってくれる。ありがたい。10ぐらい回復。8か。まあいいや、いいや。どうしようかな。もうなんもないから、一応ワンチャンこれで。おっと、様々な変化。あ、これは楽しい。よいでしょ、いい。よし、コドロさんアップで、こう、回復。2しか回復しないか。で、せっかくだからやる気も上げておく。で、これでワンチャン。あ、来た。やった新竜カード、来た。よし、いいね、いいね。これラッキーよ。家で、ここも取っておきましょう。よいしょ。イェーイ、帰るのも楽しいぜ。帰るまでが遠足ですよ。これ、回復はなかったか。ん？これ、帰るときにこう行くじゃん。こう行ってで、家でこうして、ちょっと、もう体力なさすぎた。やばいやばいやばい。落ち着け落ち着け。もう、油断はしちゃいけないよ。ステージ3は直接帰ることにしようかなと思った矢先にこういう、悪くない感じで来てるのよ。正規力超人ね。よし。で、ほい。おっしゃー、いいね。で、もう一回回復してくれたらありがたいんだな。おいや。おっしゃー。で、さらに回復してくれたら俺はありがたい。お、金縛りか。あ、でもいいじゃん。金縛りだったら今ありがたいよ。で、金縛りの後に来い。金縛りの前に来てくれないかな、彼は。彼女でいいのか。ちょっとなんか彼女と言うこともはばかるぐらいの俺も毛嫌い感なんですけど。本当に大嫌いなの俺、あの子。マジあの子嫌よねっていう、そんな感じです。どうしよう、ここら辺取っていこう。なあなあなあ、しまったー。軽率な行動はミスを誘う。で、これでか、よし！あ、もう一回。いや、これは逃げるべきと見た。ダメだ、逃げちゃ、届いちゃうんだよ。あ、俺のバカ。俺のバカ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 。バカ野郎、何してんだよ。お、新竜カード、そうだ、新竜カードがあったんだよ。よかったよかったよかった、新竜カード忘れてたよ。そうだよ。で、消えないから、特に心配することもなく。家でちょっとこれ、拾って、選手に会えたらよかったよと思ったけど、いいや、ゴール。選手に会えたらよかったんだけどな、今。まあいいや、ネクスト行きます。ステージ4! これは、こっちだな。はい、で、心霊カードがあるから不安。おっし、あ、コントロール強はいいね。で、こっちだろ。で、こう来て。うわ、怖いのが来る。どこどこ、あそこ。宝箱付近だから、上行きたいな、上行きたいけど、どっちか2分の1だろ。だったらちょっとこっち。お前そっち行くのかよ。だったらこう行くわ、俺。こう行ってなんか逃げるよ。スタミナ、あ、スタミナ上手ね。やった、AA じゃん。あ、いや、ラッキーラッキーラッキー。ちょうどいいところに来た。ちょうど怖かったんですよ。野球員の。15、久しぶりに30。いいね。ちょっと飛ばすね。野球マンには合わない。あ、これでシャッフル。あ、ロストした球。もったいない。どうしようかな。いいや、上行こう。ここら辺取りまくって。
やる気、あ、やる気いらなかった。あ、ちょっと体力ない。あ、待って。ここで野球マンに会う。よかったよかった。回復して。で、何が上がるんだっけ？球速上げてほしい。あ、球速上がった。よし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 。で、終わる。あの、プロ入りあるから体力は気にしなくていいんだよ。そうです、そうです、そうです。プロ入りあるんだよ、俺。なくしてないよね、プロ入りカード。あ、何かトラッキー来た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 。新竜カードに何かトラッキー。俺も最高だろ、これ。制球力やったぜ。よっしゃ、SS いいね。で、下行こうか、下、下。何かトラッキーなんだから下行こう。何？やった、チヤホヤ。あ、もうこれ、来たろ？俺来たろ？これ。来てるよ、来てる。よし。うい。スタミナ超人ね。やったぜ。はい、スタミナアップ。いいね。ほぼカウンスト。松田選手。うい、球速アップ。いいじゃん。変化球が欲しいな、でも。いいえで、ほい。ほい。ほい。第2変化球アップ。いいね。で、こっちだ、上。で、こう行く。あ、もう終わりか？ワンチャン会えない。あ、でもいいやつ。あ、よ、わお。あれ？まあでもいいんじゃないのかな。滑り込みプロ入り成功。変化球がちょっと足りないかな。できました。あの、何が抑えだと。俺もびっくりだよ。ちょっとビビってる、マジで。これはシュート、いまいち。でもまあ、よしとしてくれない？とりあえずこれで。悪魔と、あ、悪魔だったらもうちょっと目をこう、眉毛を変えよう。悪魔っぽい眉毛？どんな感じだよって言われちゃそれまでなんですけど。これか、悪魔。ちょっと違う気がするけど、まあいいや。で、これで、フォームは変えない。登板タイプは先発だろうね、間違いなく。はい、オッケー。はい、どうでしょう。針の穴を通す、針の穴に、ん？針の穴に通すコントロールと無尽蔵のスタミナを持つ。それだけって感じかな。ちょっとシュート被っちゃったの嫌だな。そんな感じです。はい、できました。何が抑えだよ、こんなの。はい、というわけで次回へ行きたいと思います。ちょっと少し、まあ、またね、経つと思いますが、ぜひ見に来てくださいね。それじゃあまたね。